兄さんではないですか。しばらくでした明美です。知らない女が声かける。夜の新宿西口あたり、肩をすぼめた男はみんな別れた寂しがり屋に似ている街だ。斉藤さんではないですか。私です。私とだけしか言わないで。思い出してとささやく女、闇を流れる電車の音が、忘れかけ出た恋の痛みに変わるじゃないか。君ではないですか。昨日はどうも松井です。謝り酒だと杯を刺しつ刺されつ区役所通り、まあ、まあすぐ喧嘩になるが、なぜかあいつが頼りなんだよ。わかるかね。